一番伸びたところでタッチを戻しながら、柔軟性ある方はかましてからタッチ、方向気味のストレッチなかなかないとできないんです。こういう技術です。まあ、そしたらこれもテキストにはないんですけども、やっぱり四頭筋とか、腸骨筋、大腰筋、小腰筋、まあ、前面からね、うつ伏せにならないと伸ばせない筋肉っていうのはいくつかあるので、ここで紹介したいと思います。でレジュメテキストにないのは、まあ、このためだけにね、この姿勢を取るっていうのもちょっとこう現場ではなかなか難しい状況もあると思うのでカットしたんですけど、やっぱりねそこの伸ばし方を、しっかりと、認識しておきたいという意見もございますので、ご紹介だけしておきます。まあ動的としては四頭筋はもうすごい簡単ですね。膝はね屈曲伸展するだけでいいので、これで可動域見ながら最終的にここまでやって今、まあ、ちょっと四頭筋から入りますけど、まあ、ここで一番テンション上がってますよね。ギュッと伸びてますから、一番伸びたところでタッチ入れて戻してもらえばいい。でも柔らかい人はもうここでも全然伸びてませんよっていう方も中にいらっしゃいます。そういう人のために間に手をねかましてもらうとか、タオルをちょっとかましてもらったら多少、まあ、膝を守るというのもすごくいいんですけども、まあ、ここでちょっと距離ができるので、柔軟性ある方はかましてからタッチ入れてください。いきますよ。ここにタッチ入れて伸展方向に、軽く戻してもらいます。いきます。はい、1、2、3、4、はい、1、2、3、4、おちょ、1、2、3、4で、このまま朝のままストレッチ、ここ20秒、ここ全面ぐらいでいきます。で、ここでアウターがきちっと処理できるので、そこからあの目的の腸腰筋になっているんですけど、ここは少しあのコツがいるんです。で、なぜかというとこのままの状態でスーッと上げていくとね、どうしてもやっぱアウターに入っちゃうので、一旦膝下に手を入れたら落としてもらって、腸骨量、自分の側の腸骨量をしっかりロックさせます。ロックした状態で上に上げます。で、体格差があると太ももめちゃめちゃ重たいから、このまま膝入れていただいて、で、そのままここで。ロックしたまま、腸骨量をロックしたまま動的に行きます。で、ここで先ほど四頭筋と同じようにタッチして伸展方向戻してもらいます。3回いきましょう。はい、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、そのままストレッチ。方向筋、すごさん、どうやったと思いました？すみません、その、先生、脇の方ですか？そうです。こっちにちょっと持っていったんだけど、方向筋だけに狙っていけるんで、さすがですね。こちらに持っていくと、画側面とかもしあったりとかしたら、こっち側に持っていくと、さらに。もちろん、ここでもかけていきますよね。はい、なんか最初紹介したりどんどん長くなってますけども、斜め外側に向けてタッチ入れて、でこっちの内線、まあ、外線方向が、あの股関節の外線方向ですけど、外線伸展方向に戻してもらうと方向筋にもいきます。もうついでに行きましょう。いきます。はい、1、2、3、4、はい、1、2、3、4、はい、ずっと腸骨量6です。で、このままと方向筋、方向筋のストレッチはなかなかねこうできないんですよ。これでできます。まあ、バックで結構そうですね、この3種類ぐらい覚えておくと、まあ、腰痛とかでやっぱり前面の硬さが原因の方もやっぱりいらっしゃいますんで、今までさっきの下肢パターンとかで取れてなかったらこれもやってみた方がいいと思います。ただやっぱり
前腕がきつくなるんで、これをすることによって腰がね、疼痛が強くなるとしたらもうすぐ中心していただきたいんですけども、まあ、前で治らなかったらちょっと後ろのこれもねやってみると意外と取れる可能性は、確率は高くなっていますね。これもまあ継続観測で行ってください。じゃあ、ね、カメラの向こうの皆さん、これも試してみてください。